どうもこんにちは、加納一馬です。本日はうちの娘は彼氏ができないの感想を言っていきたいと思います。まずは、今作の脚本家が、北川恵理子さんという、ラブコメの女王ですか。この人の作品は僕はオレンジデイズとハルフェイと新しい靴を買わなくちゃとね、これぐらいしか見たことないんですけども、この中だったら新しい靴を買わなくちゃがね、一番ちょっときつかったっていうかそのミポリンがね、もうちょっと無理してるね、おばちゃんって感じがすごかったんで、まああんまりその作品に関してはあんまりいい印象はなかったですけども、でまあ今作の内容が、まあその浜辺美波さん演じる水瀬空というキャラクターはアニメ好きのオタクで、まあずっと彼氏ができなくて、でそれを母親である菅野美穂さん演じる水瀬葵が心配してるんですけども、この葵さんはまあ小説家で、その今まであの小説を連載してたんですけども、それを打ち切りになってしまって、で出版社からは恋愛小説書いてみないってこうね、お誘いがあって、でも恋愛なんてもう何年もしてないし、もう小説なんて書けないよってところに、その娘の空が、じゃあ私が恋愛するから、それをネタにしてさ、小説書けばいいじゃんっていうことで恋愛していくっていう、まあそれが第一話でわかるっていう、そんな内容で、まあ正直ね、この内容見た時に僕はね、その男のね立場で考えれば、そんなネタにされるような恋愛なんかお断りなんだけどってちょっと思ってね。うん、まあもちろんね、そんな僕は浜辺美波さんにね似合うようなそんな男じゃないけどその男の立場からすればね、ネタにされるっていうそんな恋愛さ、結構嫌でしょ。だからまあ純粋にまずそんなに応援できない恋愛の始まりだなって感じはどうしても最初にしましたね。そして今作のまあ魅力というか、まあ特徴は、まあ一風変わった会話劇だと思うんですよ。この葵さんと空さんのちょっと変わった言葉のやり取りっていうところが、まあそこが特徴だと思うんだけど、まあこの部分をね、まあ正直すごい悪い言い方をすると、みんな親父ギャグで喋ってる感じ。メインキャストがね、やっぱ女性ですから、あんまりわかんないかもしんないけど、やっぱ言ってることはね、結構親父ギャグっぽいなと思って、うん、ちょっとやっぱ失笑気味なところはどうしても感じるかなって。だからこの部分で乗れるか乗れないかっていうところが、まあ結構大きいんじゃないかな。僕はね、まあ会話に関しては正直、そんなになんだろう、あんまり好きじゃないというか、やっぱりちょっとね、変わった言葉で喋られると、あんまりその会話の内容が頭に入ってこないというか、ちゃんと注意してみないと、何の話をしてるのか分かんないなっていうところはありましたし、あと今回なんかそのメタフィクション的なネタが出てきたじゃないですか。その第四の壁を破るというか、これはフールじゃない地上波だとかね。ああいうギャグ俺あんま好きじゃないから。第四の壁を破るってのはね、やっぱ難しいからさ、ああいうのやられると。ほんとデッドプールぐらいじゃないとやっぱ許されないからさ、急にやられるとね、おー、なんか、やってんなって感じがしちゃって。だそういう点は僕はあんまり好きじゃなかったです。そしてね、今作で、まあ僕がね、一個ね、気になったのは、今作のオタク像っていうのは、ちょっと古いんじゃないかなって思ったんですよ。まあ、このソラさんとか、その大学とかのやりとりとかを見ると、なんかちょっと、あの電車男ぐらいの、まああれはちょっとやりすぎだから、あそこまでではないけど、なんだろうな、やっぱり今時さ、そのもう、オタクっていうものもそんなに継承じゃないというかさ、今のその、まあ浜辺さんぐらいのさ、年代の子ってさ、普通にアニメ、漫画、ゲームさ、別に女の子だろうが何だろうが、普通に見てたりするでしょ？だからそんなになんかこう、その僕らのね、やっぱ電車男ぐらいのオタク感っていうのが、今時そんなにあんまないんじゃないのかなって。実際こう、ソラさんのさ、部屋の全貌がちょっとパッと映ったけどさ、割となんかこう、なんか BL とか他の漫画とかさ、アニメとかの作品がなんか、いっぱいあったじゃん。
なんかライトにいろんな作品を好きなタイプって感じがして、やっぱりね、コアなオタクって言われたらさ、もうほんと一つの漫画の一つのキャラクターの、キャラクターグッズだけで埋め尽くされてるみたいな。それぐらいのイメージあるじゃん。だからまあ部屋の感じを見るとね、そこまでなんかすごいオタクっぽい感じもないから、そんなになんかあんまりコアなオタクっぽくないけど、でも大学のやりとりとか見ると、まあまあなんか陰キャ感を出したりとか、なんかやっぱそのやりとりとかがちょっと違和感を感じるかな。ね、今時そんなにね、オタクなんて、ね、別に普通なんじゃないかなって感じはするけどね。それにさ、まあこれからそのどうなっていくかわかんないけど、2話3話とね、わかんないけど、そのオタクなんかやめて恋愛しようぜってなる展開が一番最悪だよね。まあそうならないとは思うけど、まあ2話の予告では、なんだ、岡田健二くんがさ、その隠れオタクっていうなんか設定があるっぽいじゃないですか。だからそういうの見ると、恋愛もいいけど、オタ活も最高だぜってそういう流れになりそうだし、まあそうなったらそれは全然いいんだけど、なんかね、やっぱちょっとオタクだけじゃないね。やっぱこの菅野美穂さん演じる水瀬葵っていう人は、若干のそのナチュラルに人を見下してるっていうところがすごい透けて見える人じゃないですか。その言葉のやりとりとかね、なんかいろいろとね、うん。まあ本当ね、今後どうなってくるのかはわからないけど、まあキャラクターに対する愛着みたいなものは今のところない。という感じなのでね、まあ本当にキャラクターに対してはそんなに好感度はね、高くないですね。この菅野美穂さん、菅野美穂さんじゃないね、この葵さんですか、うん、葵さんがね、やっぱりね、その本当人のことっていうか、まあいろんなことバカにしてるしさ、俺さ、ちょっとどうかなと思ったのは、まあ別に個人のね、考え方だから別に言っちゃいいんだけど、そのラノベのことバカにしてたじゃん。その、なんかオタクが主人公だとね、ラノベになっちゃうな、みたいなこと言ってたけど、ね、小説家のくせにラノベまでバカにするのってどうなんのかなって。いや、まあわかんないけどさ、まあ、小説家の人からすればラノベなんてって思っ人もね、それいるかもしれないけど、あんかな、ほんと、バカにするよな、っていう。なんか嫌な女だな、っていうのはね、やっぱどうしても感じるかな。今のところね、まだ浜辺さんのキャラクターに関しては、そんなに意地悪というかさ、嫌だなって思うところは出てきてはいないけど、やっぱね、うん、同じ脚本家なんだから、同じ脚本家で、うん、あの人の娘っていうキャラクターなんだから、やっぱりなんか性格悪いとこ出てくるのかな。そうなったらな、本当に、うん、あんまりどうなんでしょうね。うん、まあ2話3話。やっぱね、今回の第1話はちょっとやっぱスロースタートすぎですよね。その本編が始まったなと思ったら、やっぱもう終わったじゃん、この第1話。その恋愛が始まるぞっていうところでようやく2話に行くから、ちょっとね、スロースタートなんですよね。まあ一応2話ぐらいは見てみますけど、もう面白くなるのかな。うん。あと岡田健二くんのチャラ男はちょっと似合わなかったね。もうやっぱ彼はね、やっぱかっこいいんだけど、やっぱ真面目なキャラクターの方がやっぱ合うよね。もうミウのね、あの感じとかがね、やっぱいいから。そういう意味ではちょっと今んとこミスキャスト感はあるし。あとアレクサンドロスの人、俺最初見た時なんか、なんかこの人なんかプロデューサーとか、脚本家になんか、ね、と寝てる人なのかなとか。一瞬で思って、ああ、なんだアレクサンドロスのね、人ですかって感じで。なんか、ああいう顔の人、ああいう顔すげえ好きな人っているよね。でもね、アレクサンドロスがさ、出といて、そのアレクサンドロスに対して、その前髪刺さりすぎて、なんかイケメンなのかわかんないって、あれ結構失礼だよね。だからね、やっぱりね、その菅野美穂演じる葵さんはね、やっぱ、失礼なんだよな、ほんとナチュラルにこの人。だからこの人のことを好きになれるかなれないかって、そこが結構やっぱ大きいね。うん、そこです。はい。そこが本当分かれるところだなと思いました。ということで今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。